はい、こんにちは、コムさんです。マクラレン MP48 フォードね、続きやっていきたいと思います。ね、まだまだね、前回かなりやったつもりではおるんですが、ね、この合わせ目消しね、モノコックパーツの合わせ目消しのイージーサンディングとか、まだね、この辺のね、ゲート処理全然まだです。まだやっておりません。はい、ゲート処理とね、パーティングライン処理とやってないということなんですが、まずね、押しピン跡を、押しピン跡と合わせ目消しをね、やっていこうと思います。ここの、イージーサンディングね、イージーサンディングをつけていくという作業をやっていきたいと思います。押しピン跡にね、ちょいちょいとつけていきます。あ、なんか、やっぱりこれ気圧の加減あんのかな。イージーサンディングね、全然押さえてないんやけど、今開けた瞬間ドバーッと出てきました。うん、やっぱりあんのかな、そういう気圧の加減というのは。はい、それではね、つけていきます。イージーサンディングね、はい、ちょっと待ってくださいね。ここ一回こすっといていこうかな。こすっといてからね、バリがあるので、バリまず取っといて、イージーサンディングという感じにしようか。あ、そうそう、でここね、ここまだゲート処理まだなんで、ゲート処理してから行こうかな。はい、がっつりゲート処理ね、ゲート処理っていうか、がっつりゲート残ってるんで、はい、こんな感じで蹴っていきます。ちょっとイージーサンディング逃げといてもらおう。あ、急がんとね、イージーサンディングもね、徐々に固まってくるんでね。はい、まあまあこんなもんかな。このぐらいでよしとしましょうか。よし、そしたらね、イージーサンディングをつけていきます。ね、ここのね、ここがね、ぐるーっとこうね、あります。ここまずつけていきます。ちょっと見えにくいんでね、ここね、ここんな感じかな。あとはまあまあ成形していくという感じにしようかな。ちょっとたっぷりめについてますけどね、はい、また成形していくという感じにしましょうかね。ここがね、かなりつきそう。なんやで、ここもパテでいってもええぐらい空いてるんでね、ちょっと。こんな感じでしょうか。はい、OK ね。多分イージーサンディング足らないですね。もうなんかべちゃーってなっちゃってね。はい、ここ。こんな感じかな。ここは何かパーツがつくんですよね。これやったかな。これやったと思うんですけどね。うん、見えるか。見えるね。こうつけとこう。で、ここ
で、合わせ目と、あとね、さっきも言いましたけどね、押しピン跡、押しピン跡もね、イージーサンディングつけていきます。ちょっとまずね、先に、シュッシュッとね、やっときましょうか。あ、そうそう、ここや、ここ、ここ。ね、ちょっと待ってくださいね。イージーサンディング、ちょっと足して。何もかな。まだでしたね。この、ここね。もう隠れちゃうんですけどね。知ってる？今日ちょっと影カメラのポジションが悪いのかな。なんかいまいち外れちゃいますね。こうしてここ。ここね。しっかりつけておこうか。結構ありますね。これ、ああ、そうそう、ここもだね。ちょっと待ってくださいね。こんな感じでしょうか。これでね、ちょっとシュッシュってやっときますね。コムさん、ちっちゃい方のやつね、なくなったんで、大きいやつ買ってきたんです、スプレーね。これね、低周タイプって書いてるんですけどね、ほとんど匂いしないですね。全然匂いしないです。パンが吸ってくれるもありますけどね。前のやつだったらね、このぐらいで、シュ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 ってやってたらね、もうかなり匂いしてたんで、パン回っててもね、こっち向いてシューッと匂い来てたんで、なんですけど、これ、全然匂いしないです。んで、ちょっと違いますね、匂いの質が。手についたやつね。なんか、何やったかな、油あるじゃないですか。サビ取ったりとかね、滑りよくする金属のね、あれ、名前言ったらあかんので、こんな感じで言ってますけどね。はい。名前言ってもええのかな。はい。まあ、ああいう感じの系の匂いがするような気がします。あくまでもコムさんのね、感覚ですよ。して、ここもね。で、ここはエキゾーストパイプで隠れるんで、よしとしときます。ここやね。あ、これは削ったら取れるかな？どうなんやろな。ちょっと待ってくださいね。あ、ちょっと深いね。塗っとこうか。
深いというかね、あの押しピン跡にバリがついてるみたいな感じかな。こんな感じかな。この辺はもう隠れるんでね、よしとします。はい、こんなもんやね。いいよ、ちょっとパン止めときます。そしたらエンジンは、あ、ここか、この内側に押しピン跡があるね。こことここ、これもね、あの多分か、あの隠れないですけど、ほとんど目立たないんですけどね、こういうところはね。よいしょ、こっちもかな。今日はなんかイージーサンディングがすごく乾くな。で、これはないかな。ないね。これはゲート処理せなあかんね。これ。あ、ここやな。ここと、ここ。ここは削れそうやね。これは削れそうだな。そしたら、はい、もう手当たり次第にやっていきましょうかね。どんどんどん、これは押しピン跡はないね。ゲート処理ね、これか。そうか、ここはあれだな、下やから接着白になるんかな。まあいいです、つけちゃったんでね、もうこれは削りますね。こんな感じかな。よいしょ、でこれ、これも削れそうやね。あ、こっちはちょっと深いね。ついでだからこっちも置いとこうか。もうちょっと、よし、これは置いときづらいな。どう転がらないんかな。あ、いけたいけた。よし、そしたらこれは下やからいいか。これは OK ね、ゲート処理ね。でこれもいけそうですね。これはゲート処理だね。はい。これ見ていくね。うん、これもいけそうですね。意外と押しピン跡少ないですね。あ、これね、ここつけな。湧いちゃったな、イージーサンディング。ちょいっとねで、これあたり、こんなパーツあたりはありますよね。あ、あるある、深いなこれ。よし、こんなもんやな。そしてここは消えそうやな。ここも消えそうやな。あ、これも消えるな。ここやね、ここだけわかんな。よいしょ。
でこれ。あ、ここへこんでんな。でここね。よし。こうなんですね。はい。これもパーティングラインとゲート処理だけですね。意外と出品当てないんだ、このパーツ。ないんだ。すごいな。ないんだ。ないんだ。フロントウィングね。ここ。削ったらいけそうな気もするんやけど、ちょっとつけときたい気もする。はい、今ね、ちょっとまたあの、一回あたりのね、動画が長くなっちゃったんで、一回止めました。こんな感じね、フロントウィング。意外とフロントウィングにあったな。そして、ここ。これもね、もう締めるだけなんで、いいかなとは思うんやけど、一応ね、やっとこうかな。結構深いんで。ね、カーボン塗装だな。組み立てるいうかな、塗装する、都合上ここね見えるんでね、あの研ぎ出ししてる時とかね見てするんでね、やっぱりちょっとはねこうねちゃんとしといたら、その瞬間だけでもねちょっと満足感が得られるかなみたいなね。ね、あの人によってはね、前回も言いましたけどね、サスペンション、ここか、ここのね、ここの部分のね、サスペンション再現したりとか、パイピング、あ、そうそう、これね、翼端板ちょっとね薄くしようと思ってるんですよ、フロントウィングのね、これもね、これバージボードねしようと思ってるんで、押しピン跡はなくなるんで、これもなくなるな、なくならないか、これないね、リアウィングはね。これも薄くしたいんですけどね。うん、ちょっと考えてみましょうかね。はい、そしたら、あ、これか。これは押しピンあるないね。はい。そしたらそんなもんかな。なとこやね。あと、エキゾーストパイプが、どうなんやろ。これは、あ、ちょっと。こう。こうやねんけど、ここにね、ゲートがあるんでね、これゲート処理先して、ちょっと。ね、ゲートとパーティングラインを一気に片付けておきます。で、くっつけると、まだまだね、8はまだまだ先長いですよね。うん、まだまだ先は長いような気がします。これがパーティングラインで、V8 なんでね、4本4本ですよね。非常にシンプルというか、さあ、ちょっと寂しいようなね、自由に、6本6本やったやつがね、6本6本あったやつが4本4本。
はい、もうねこんな感じでね順番に、どんどん作業をね。はい、すいません、ちょっとねカメラの温度がね上がっちゃいましたね。もうカメラの温度が上がって止まるという季節になってきたと。前もねちょっと今年ちょっと気温が高めやったんで一回あったかい日があってカメラ上昇して止まりましたみたいな一回あったと思うんですけどね、今年になってからねあったと思うんですけども、今回ねまた改めてありましたね。はい、でこれね今止まってる間に一応エキゾーストパイプね、削ってましたね。これをつけていきましょうかね。こういうね作業をちょっとずつね進めていくと、これもあの合わせ目消しがあるんですよ。まあいいと言えばいいんですけどね、もうこのままでもちょんとつけてギュッとね、でこれはまあやっときましょうかね。これまあ乾かない、瞬間的に乾いてくれるとは思うんですけど、まあ完全に乾かない可能性あるんでね、イージーサンディングつけるのもねどうかな、一回やってみようか、一回やってみましょうか。合わせ目消し言ってもここだけなんでね、このここだけね。むにゅっと出してね、削ってもいいんですけど、ちょっとギリギリ足りないのかな、ここの長さがね、ちょっと控えめ。はい、こんな感じ。よし、ついたね。OK、これでイージーサンディングを残ってるかな、もう固まってるか、あああるねあるねありますが、これでいけるかな、こことここ、ちょっと微妙やね、わかんないもう一回出そう。今日はイージーサンディングかなり活躍、大活躍というかすぐに固まってるような気がします今日なんかね。湿気が高いかな、こんな感じかな。はい、そしたらこっちね、これね、味つきました。はい、もう用なしやと思います。はい、そしたらファン、今カメラ回ってる間にねシュッシュッてしたという言ったと思うんですけど、もうねこれついでにシュッシュッとやっておきます。よし、こんなもんかな。はい、そしたらねモノコック、乾いてますので整えていきます。はい、今日はもうこの辺りのね作業を進めて終わりって感じになると思います。塗り分けとかねまたやっていかなあかんのですけど、次回以降ねまたサフとかねやっていきますのでよろしくお願いします。ここ丸くね、四角く、ぺちゃんこにならないようにね、平面にならないように、丸くね、どっちか言ったら、ちょっと、尖ってるというかな、バリがあった分がね、尖ってるというか。はい、こんな感じでね、丸くなりました。一発できるようにいったような気がしますね。どうでしょうか、ここね、この先っちょで、ここ
こもねあんまり削るとね、リアカウルとの合いがね微妙な感じだったかのでささーっとね、まあ、この前ねいい感じ。もうちょっとこうやって見てるとねかなり削れたように見えるんですけどね、やっぱりこう止めてみるとちょっとまだ段差残ってるというね、イージーサンディングの段差ね、はい、いい感じになりましたね。ちょっと細かいんでね、この辺はかなり行きにくいんで、ちょっとカンナ掛けでもいいかな、カンナ掛けと、あとね、刃でね、削ってもいいんですけどね、カンナ掛けは意外と綺麗にいくんですよね。こんな感じでしょうかね。はい。あとはこの前ね。
い、そしたらここ、よし、こんな感じでしょうか。そして、もうちょっとこけつっとこうかな。よし、そしてここね。なんかな。でここにねゲートがあるんですよね。ゲート消して。よし、こんなもんかな。はい、ものすごく綺麗になったと思います。あとはね、サフとかね、いろいろと塗装ねやっていくという感じですが、もう一つ、あ、フロントウィングいっとこうかな。もう一個ぐらいねいっときます。フロントウィング削ったらね今日はもう終わりということにしとこうかな。ここにねこれおそらく塗り分けラインなんですけど、まあ大体わかるんですけどね、消えてもまあ一応大事にしてい、こうかな。ここ塗り分けラインということで、あとのね作業はまたね小野さんやっとくということで、はい、フロントウィングね、フロントウィング削って、であとのあの作業ね、サスペンションアームとかの、押しピン跡、押しピン跡はねまた小野さんがやっとくということでねしときたいと思います。今日はねこの作業で終わっとこうかな。しますね、ここ、あ、ここもちょっと残ってんね。まあ裏側なんでねいいと言えばいいんですけどね、まあしっかりねやっときますよね、裏側もね。よし、こんなもんでしょうか。はい、というわけでね、今回はこれで終わっときたいと思います。次回またね、次回以降また続きね、頑張っていきますのでね、
よろしくお願いします。ご視聴ね、やってください。はい、そしてね、コムさんのねチャンネル登録の方もねどしどしよろしくお願いします。これちょっと削っとこうかな。はい、またね頑張っていきますのでよろしくお願いします。はい、ということでね今日はこれで終わっときたいと思います。マクラーレンフォード、ま、やっぱりマクラーレンフォードって言いますよね。マクラーレンフォード MP48 の方が言いやすいかな。コムさんはマクラーレン MP48 フォードなんか言いにくいな、うん、なんとなくね、なんとなくですよ。はい、まあいいかね、あの箱絵の通りね言っときましょう。マクラーレン MP48 フォードでした。はい、お送りしたのはコムさんでした。それではね、また次回お会いしましょう。それではさよなら。